私はリン、潔癖症だ。トイレしたいな。リンちゃん、トイレの前で何してるの？いや、迷ってな。迷うってトイレ目の前じゃん。いや、トイレに入るかどうか迷ってな。そこ迷うとこ？いや、この学校のトイレドアノブだろ。うん、そうだけど、それがどうかしたの？考えてみろ。ここに入る人間は必ずこのドアノブを触っているわけだ。誰もこのドアノブから逃れることはできん。確かに。ということは鼻くそをほじった手でこのドアノブを触っている奴がいる可能性が高い。考えすぎな気が。ドッジボールをやった汚れた手でこのドアノブを触っている奴もいるかもな。気にしすぎだよ、リンちゃん。おい、花、頼みがある。どうぞ。すまんな。フンス。リンちゃん。なんだ？手すり持たないの？ああ。なんで？電車の手すりは10日単位で清掃されている。つまりお前が掴んでいるその手すりは手垢まみれの可能性が高い。は、しかも、くたくたに疲れ切ったサラリーマンたちの汗と怨念が染み込んでいる。怨念？そうなんだ。気にしすぎな気がするけど。バッグは床に置かないの？はあ、床はウイルスだらけだ。そんな床に大切なランドセルを置けるわけないだろう。へえ。潔癖症のリンちゃんが絶対に無理なことってあるの？一番きついのは銭湯の脱衣所の床を裸足で歩くことだな。そうなんだ。銭湯のトイレとかもう地獄だな。潔癖症って大変だな。ただいま。おかえり。おかえりんごさん。ウェイ。ただいま、カートニー。ガラ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 って、リンは何も言わなくても手洗いうがい徹底してて偉いね。はあ、世の中にはあまりにも汚らわしいものが多すぎるからな。さあ、お勤めしてきたし、やっと本業のゲームができるな。そういえば二人とも、おにぎり食べない？食べる！おにぎり？うん。お隣の近藤さん、シェフでわざわざ岩塩を自分で取って、お米を稲から育てておにぎりを作ってるんだって。奇人だな。他人が握ったおにぎり。血のつながりがない赤の他人の手のエキスが染み込んだおにぎり。筆毛が混入する確率 6%。私はいいや。うん。じゃあ全部マック言う？食べながら言うな。ついでに今クッキー焼いたんだけど、食べる？お姉ちゃんが焼いたの？うん、そうだよ。食べる。焼いたことによって菌は死滅した。これは安全だ。いただきまーす。はい、リン。おい、手渡しするな。クッキーがお前の菌に制圧されるだろうが。し。もう、リンは潔癖すぎるんだよ。菌なんて体中にいるんだから、少しくらい入ったところで胃酸が分解してくれるでしょ。自分の菌だっていっぱいあるんだから。お前はバカか。え？私の菌は聖なる菌、善玉菌だ。お前のは悪い菌、悪玉菌だろうが。そんな、私は悪玉菌なの。それ、腸内細菌だよね。私の菌は美しいんだ。お姉ちゃん、リンの心が汚いよ。よしよし。知ってるか、妹よ。なんだ？お前がいつも大事そうに握っているそのゲームのコントローラー、菌だらけだぞ。は？お前がいない時に私が使ってるからな。この前はトイレにこもって30分プレイしてたんだぞ。え、何？スマホも菌だらけ、空気も菌だらけ、私もリンも菌だらけなのだよ。ウイルスにまみれようぜ。ほら、お姉ちゃんと仲直りのハグをしよう。ああ、何をする？お物は殺菌するしかないな。おい、やめろ。やれやれ。今日の授業は終わり。またしてね。